テラドライブ、テラドライブは、テラドライブ、テレドライブは、セガ、後のセガゲームスが、日本 IBM と共同開発し、1991年5月に発売した、PC、AT パソコン、IBMPC とゲーム機、メガドライブの複合機。テラドライブは、メガドライブと同じ黒基調のデスクトップ筐体に、パーソナルコンピュータとメガドライブの同居する、IBM 製。 マザーボードを搭載している。前面にあるスイッチで PC か、メガドライブかを選択して起動できるほか、同時に稼働させることもできた。表示には専用モニターを用いるか、または PC 用モニターとビデオモニターを併用することもでき。OS には IBM DOS バージョン J4.0V、いわゆる DOS-V が採用されていた。 単に、パソコンとメガドライブを一つの箱に入れただけでなく、8286とメガドライブの MC68000 は互いのバスが結ばれており、連携できることを特徴としていた。当時それぞれの OS、Windows 機と Mac で採用されていた二大 CPU の併用という大胆な構成は話題を呼んだが、PC 部の CPU はあくまで8286であり、 当時のマッキントッシュの OS である漢字トークがどう作るわけではない。また PC 部は単なる互換機にとどまらず、IBM 純正 PC の性格を持ち、ロムドスや漢字ロム、専用メニューなど、当時の IBM 製 PC に相当する機能を備えていた。ただし発売元はあくまでセガである。コンシューマーゲーム機のバリエーションとしては非常に高価である一方で、PC として見た場合は、 当時としては非常に安価に提供されていた。しかし発売当時としてもマシンパワーが低く陳腐化も早かった。今後の標準として Windows V3.0 対応も謳われていたが、Microsoft 製 Windows 3.1日本語版以降には対応していない。このほか、専用キーボードも後に補修部品が単独で一部流通した例があるが、 これはもともとカタログに記載がなく、製品ラインナップとして用意されていたものではなかった。PS に接続であるため事実上の汎用品ではあるが、建前上はあくまでパソコン本体の一部分のような扱いだった。ここでは、主として PC 側のハードウェアについて述べる。メガドライブ側のハードウェアにも、本機特有の仕様がいくつかあるが、それ以外の部分は、 メガドライブを参照。テラドライブは、家庭でのマルチメディア、吸入メディア環境の本格的な普及を目指し、実売価格10万円を意図して開発された、意欲的な製品だったが、価格を抑えるため PCJR 並みに、PC としての性能と拡張性が低かったことから、普及には至らず、後継機種、上位機種とも発売されなかった。 当時の IBM 製高級機と差別化するために、わざと性能を落としたという評価もある。1991年発売のテラドライブは、Windows には非力きだが、初代 DOS-V を搭載した厳密な意味での DOS-V 機である。しかし一般に広く DOS-V 機の名が普及したのは、翌1992年のコンパック色以降だった。それ以前に開発されたテラドライブは、 安価でも高性能という DOS、V 機としての利点を生かしきれていなかった。ただし、それでも当時主流だった NEC 機と比べればコストパフォーマンスは高い方だった。1993年になると国内メーカーも追従して回帰趣味も I486 を搭載するようになり、その頃に登場したマイクロソフト製。 Windows 3.1日本語版も8286には期待用になった。結果的に多くの DOS、V 機が Windows 機として使われた中、テラドライブは急速に時代に取り残されていく形となった。しかし使用されている部品は当時の IBM の高級機と同等の品質であり、周辺機器の接続も VGA 端子や PS にコネクタであることから流用ができた。 後日放出された、テラドライブ用106キーボード。本来は、本体の一部は、IBM 純正と同様な品質を保ちながら非常に安価だった。また CRT モニターは15、31kHz の両スキャンモードに対応していたため、コモドール社のアミーガと相性が良かったほか、曲がりなりにも SVGA が映ることから、当時高価だった、Windows 用高解像度ディスプレイ。 マルチスキャンモニターの代替としても利用価値があった。専用マウスも黒でカラーリングの合うことから CRT、キーボードとともにセンクパド220の活用本でも紹介されていた。なお余ったテラドライブ本体もビデオ出力が可能なのでパッドだけつなげばメガドライブとして利用することができる。しかし一般にキーボード欠品のメーカー製 PC は ジャンク扱いとなり中古買い取りでは大幅に減額される。テラドライブはその話題性から一部のショップの店頭を飾ったが売れなかったこともあり、まともな中古品はあまり出回らなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。